この夢に行きじゃん。この夢見てね、私絶対前世カッパやったんやって実感した夢なんですけど、カッパの食うっていう映画が好きで何回も見てるぐらい好きなんですよ。水木しげるさんのカッパの漫画が大好きで、よくね学生の時読み漁ってたぐらいなんですけど、とにかくカッパが好きなんですよね。私がねカッパになってて、私の家族、お母さん、お父さん、お姉ちゃんとかもみんなカッパになってるんですよ。体はカッパで、顔はみんなの顔のままだったんですよね。住んでるとこは今みたいに汚い川じゃなくて山の方に住んでたんですよ。すっごくね、山の森もすっごく綺麗でキラキラしてて、キラキラした綺麗な川の両端にそれぞれカッパの家族の家があるって感じなんですよ。家もなんか藁みたいな感じでできてて、昔ながらの手作り感漂う家になってるんですよ。私とお姉ちゃんはまあカッパなんですけど、ある程度ね服着てて、お恥ずかしいところを隠すような服が着てたんですよね。うまく描けないんですけど、こんな感じかな。夏で暑かったので、ちょっと川を泳いでこようかって言って、お姉ちゃんと一緒にこの綺麗な透き通ったねちょっと深めの川にザッパーンって入ってスイスイって泳ぐんですよ。もうそれがめちゃくちゃ気持ちよくて、こんなに綺麗で透き通ってて泳いでて気持ちいいとこってあるんだって思いながら、お姉ちゃんとね川を一緒にスイスイって泳いで、下に潜るとね、またなんだろう、下の水の中にもなんかねトンネルみたいなねところがあったり、ちょっとしたね家もあったりしてね、カッパのお家って水の中にもあるんだとか思ったりして、川の中スイスイって泳いでたら魚が泳いでたりして、魚を捕まえたりいろいろ遊んだりして、あーカッパっていいなーって思ったのを覚えてます。夢なんだって感じじゃなくて、夢の中でこれは現実だーって思ったのをめちゃくちゃ覚えてます。なんで多分前世の記憶かなんかが蘇って夢の中で映像化されてんのかなーとかも思いながら、私前世絶対カッパだったんだなーってその時思ったのを覚えてます。めちゃくちゃね現実感あふれるような夢で、絶対カッパだったんだってそこではっきりわかりました。なので私の前世はカッパです。よろしくお願いします。誰も捕まえないでください。ますますカッパが大好きになりました。水木しげるさんの漫画本読みたくなってきたな。カッパの話、そんなカッパのお話でした。めちゃくちゃ泳いでて気持ちよかった。起きた時夢だって分かったんだけど、なんかね、なんかね本当にね魚の気持ちが分かった気がする。魚って水の中でスイスイ泳いでるけど、こんな気持ちいいんだって、なんか感じがちょっとでも分かった気がします。やっぱり水の生き物が大好きなんだなってことを実感しました。はい、そんな感じです。悪夢を見るとやっぱり起きた時しんどいけど、こういうね、なんか幸せな夢見ると起きた時、なんか気分がいいっていうか、すがすがしい朝を迎えれるなーって思いました。こうまこの夢に行きおしまい。